こんにちは。調布水辺環境デザイン協議会代表の磯部隆です。この度私たちは5月30日にゴミゼロの日運動を行います。このゴミゼロの日というのは5月30日にかけまして全国でゴミ拾いなどを行う活動をいろんな自治体とかでやっております。これをぜひこの調布市にも根付かせたいなと思って活動を始めました。我々の生活はプラスチックにまみれています。今この陸上に捨てられたゴミたちはやがて野川や多摩川を伝って海に流れています。そして海の生物がそのプラスチックを食べ、そこからまた我々の食卓へ戻ってきます。今私たちは1週間に約 5g、 クレジットカード1枚分のプラスチックを食べていると言われています。この負の連鎖を少しでも断ち切りたい、そういった思いでこの運動を始めました。地域の仲間たちと一緒にゴミ拾いを行って、その集まったゴミの写真と、参加人数をこちらの QR コードまでお送りください。ぜひ一人でも多くの方にゴミ拾いに参加していただければと思います。海の豊かさを守ろう。